入口地図、ラスペイコラとは、フィレンツェに存在する美術館であり、18世紀末に作られた多数の人体解剖牢人形や村ュを所蔵している。人体解剖牢人形のコレクションに関して有名で、あるが、各種動物の剥製や標本のコレクションも膨大であり、講義の動物学に関する資料館としての役割も大きい。この美術館は1790年、 トスカーナ大公、ペーター・レオポルト・フォン・ハップスブルク・ロートリンゲンによって、自身の所有する美術館に所蔵される学術的資料を一括して、所蔵・管理する博物館を設立する目的のために設立された。開館当初は、インペリアル・レギオ・ムセオ・ディフィシカ・イーストーリア・ナチャールと呼ばれており、自然科学に関する学問的な資料の集積を行う場として存在していた。 現在はフィレンツェ大学の自然史博物館の動物学別館の位置づけである。名称のスペーコラとは天文台で屋根の上にレオポルトが作らせた観測所があるため。この美術館はそうした学問的資料館としての意味合いから博物館としてのわけがより近いが、イタリア語のムセオという単語には美術館を含んだ博物館の意味を持ち、 近年この美術館に所蔵される人体解剖老人形が注目されたため、日本で紹介される場合、スペーコラ博物館でなく、スペーコラ美術館という故障、あるいはカテゴリー付けが存在している。ここに所蔵されるコレクション自体の収集は、かつてフィレンツェの支配者であったメディチ家によって開始され、その後、ハプスブルクロートリンゲン家がフィレンツェの支配者となると、 そのコレクションの所有、収集も受け継がれることとなる。近年注目される人体解剖老人形に関して、これは当時の解剖学の先進性を示す貴重な資料であるが、一方で専門の職人によって精密に作り込まれた人形たちそのものの美術的価値が見直されつつある。ありがとうございます。